一人にしてくれの例題一人にしてくれは数字で埋められた盤面に黒マスを配置していくペンシルパズルの名称である一人にしてくれはこの二番目のルールを初めて取り入れたパズルでもあるこれらを入り口に黒マスになる真っ白マスになるマスを決めていくことで回答が得られる例題では上部の位置の集まりがこれに当たる中級以上の問題になると どちらを黒マスにしてもこのマスは白マスになるという議論を経ることや全体を分断する黒マスの並びを回避するための白マスを探すことが多くなる。一人にしてくればパズル通信に濃二29号のおもろパズルのできるまでというコーナーで竹豊というペンネームの人物によって初めて発表され33号よりコーナーから独立した。作者によれば 数読と余計文字クロスを掛け合わせてできたパズルである。発表後しばらくはしらみつぶし、あるいは単純過程で埋める問題が多く、難易度も現在に比べて非常に高くなる傾向があったため人気が伸び悩んだ。しかし、1998年頃から部屋分けと同じくして盤面の分断禁止をテーマにした問題が主流となったため、サイズが 大きい問題であっても難易度が上昇しすぎるということがなくなり人気が上昇した。ハドソンより2007年3月8日にパズルシリーズボリューム10として発売された。対応機種は任天堂 DS。ありがとうございます。